よし、やるよ。 閉まっていこう。よし、やるよ。攻め時だね。 キララは来れないのか？ うん、 今日はパパとお仕事があるから。 仕方ねえな。 じゃあユカだけでも来いよ。 大人が入るなって言ってる祠があるだろ？ その中を探検するんだ。 ほら、行くぞ。 攻め時だね。いつでもやれます。よし、私の番。
まだまだいけるでしょ。次はどうしよう。やっ。うん、次もこの調子でね。どうしよう。いつでもやれます。大丈夫ですか。はっ。はっ。うん、次もこの調子で
ね。負けません。攻め時だね。次はどうしよう。やっ、行きましょう。大丈夫ですか。どう動こう。やっ、大丈夫ですか。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。えい。邪魔するなら容赦しないよ。やるよ。やっ、はっ、うっ。さあ、どう動こう。はっ、せい。いつでもやれます。大丈夫ですか。次はどうしよう。いや、大丈夫ですか。どう動こう。まだまだいけるでしょう。行きましょう。あまり無理しないでよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。よし、私の番。いつでもやれます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。どう動こう。はっ、仕掛けます。大丈夫ですか。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。これでもっと役に立てます。力が絶好調ね。最高の気分。倒しちゃおう。行きましょう。大丈夫ですか。よし、私の番。大丈夫ですか。やるよ。せい。せい。いつでもやれます。攻め時だね。当たって。さあ、どう動こう。ふっ、よし、やるよ。ふっ、うん、次もこの調子でね。大切なものだね。以上がこの度の神のお言葉。しかと心に刻むがよい。ありがたや、ありがたや。神託のおかげでまだまだ長生きできそうじゃわい。長寿の世界記録を目指しましょう。それにしても、寂れていく村にこんな活気が戻るなんて、壺の伝承を思い出すわい。壺の伝承？
あの祠の壺に何か言われが？知らんのか。あの壺があったからこの村は滅びから救われたのじゃ。昔々、水不足で稲も育たない、人も離れていく、そんな時があってな、そこにある奉仕がやってきて壺を置いていた。するとどうじゃろう、雨が降り、たちまち大地が潤った。以来、あの壺はこの村の守り神として奉られておる。なるほど、勉強になります。何かに使えそう。どうしよう。Thank you.
どうですか、調子のほどは。なんとか。この調子でいけば県知事選は勝てるでしょう。ただ油断するとすぐ足元をすくわれます。対策は重ねておかないと。今日も長老たちへ挨拶に行ってきますよ。実務からは退いているのに影響力だけは大きい。長老たちも厄介なものですね。Thank you.